1957年の映画、縮みゆく人間のポスター、縮みゆく人間は、アメリカの SF 作家、リチャード・マシスンが1956年に発表した SF 小説。各実験によるスコールと街中で噴霧された殺虫剤を浴びたスコット・ケアリーは、それらの相乗効果により、肉体が縮んでいくという恐るべき事態に直面する。あらゆる治療の開幕1日 8インチずつ縮んでいくスコットは世間の後期の目にさらされその肉体以上に精神的にダメージを受け献身的に尽くす妻との仲も崩壊していくある日ひょんなことから家の外に放り出されてしまったスコットは鳥の襲撃を受け逃げるうちに地下室に落とされてしまい家族からも隔絶されてしまう一寸法師のようになり体にスポンジのかけらをまとった 彼は、必要に襲いかかる雲と針を使って戦い、高層ビルのようにそびえ立つ家具の上に置かれた、クラッカーと漏水で上を忍びながら、孤独な生存競争を続ける。そして体調がいよいよ1、8インチとなった日、スコットが死んだと思い込み家を去っていく家族に、彼は、懸命に自分の存在を訴えるが気づいてもらえず、絶望しながらも、自分の人生に誇りを持ちながら、 深い眠りにつくのだった。ありがとうございます。